ともと F-35 は、米英豪など9カ国が共同開発し、米ロッキード・マーチン社が中心に製造。日本の企業は開発に参加していないが、組み立てなどの製造過程の一部を担う。今回公開された国内製造機は、空自隊員の操縦訓練のため、米本土で使用される。今回、そのうちの大部分を、国内企業が製造に参加する予定だという。それだけで何かグレードアップしたように言われていますが、実際にはどうなっていくのでしょうか。では、どうぞ。先日、航空自衛隊が導入する F-35 最新鋭ステルス戦闘機の国内製造初号機が三菱重工業の大牧南工場で公開されました。アメリカなどが開発した F-35 ステルス戦闘機は、老朽化した航空自衛隊の F-4 戦闘機の後継機で、2017年度中に青森県の三沢基地に配備される予定になっています。防衛省は、平成36年までに計42機を取得する計画で、うち38機は国内企業が製造に参加する予定。また、F-35 戦闘機は関係各国が部品を融通し合う方式が取られており、将来的には日本の企業が製造した部品などがアメリカやその他の国に提供される可能性もあるそうです。現状では、F-35 に使用される日本製の部品は限られているわけですが、多くの外国人が日本の技術力に対して絶大な信頼を寄せており、日本が組み立てるだけでも、それが改良につながると考えているようでした。海外の反応。日本にグッジョブって伝えたい。ゴーゴーゴー日本。アメリカ。北朝鮮は日本海にミサイルを撃ち込むことで、強大な力を目覚めさせた。中国は北朝鮮にご立腹だろうな。アメリカ。ワオー。みんなもそう思ってるだろうけど、日本製ならおそらくは最先端の戦闘機になるだろうね。アメリカ。アメリカも日本から何機か逆輸入してもいいんじゃないの。アメリカ。北朝鮮だけじゃなくて中国もちょっと心配してるだろうな。カナダ。戦後の日本は兵器の開発はできないんじゃなかったっけ？アメリカ。たとえそうだとしてもうするべきだろ？アメリカ。盛り上がってる君たちには申し訳ないけど、ポケットにナイフを隠してる日本は信用できんわ。アメリカ。っていうか、日本みたいな世界トップクラスの先進国が未だに祭祀を呼んで祈祷をやるんだね。タイ。日本は F-35 を自国生産できるのに、イギリスはできない。この国の航空産業は、造船とどう地道をたどるのか。イギリス。日本製らしく 40% 小型化されて、60% 信頼性が増して、製造コストは半分になるってところかな。イギリス。アメリカが開発し、日本が改良する。それでいいんだ。アメリカ。え、三菱ゼロの後継機は諦めたの？ドイツ。アメリカの技術は、よそに流すべきじゃないと思うがな。アメリカ。F-35 に、日本の品質と革新性が加えられるわけか。アメリカ。日本は、イギリスと手を組むべきなんだよ。俺たちには、400年以上の交流の歴史があるんだから。イギリス。日本には、いつの時代にも優れた航空エンジニアがいる。アメリカ。日本は独自のステルス戦闘機を製造した方がいいよ。たとえアメリカであっても欧米に頼りすぎちゃダメだ。技術も予算も製造に必要なものは全部揃ってるんだから、一から自分たちだけでやるべきだと俺は思う。他の国が何か言ってきても気にすることはない。今日本は北朝鮮や他の隣国の脅威にさらされてるんだから、自分たちの国民や財産は自分たちで守るべきだ。もし憲法を改正、あるいは全面的に作り直せるなら、ぜひそうするべき。僕らは日本を愛してるし、君たちの味方だ、フィリピン。日本の国産ステルス機は2027年まで製造されないよ。国籍不明。なんだかんだ言っても、
メイドインジャパンこそ志向。国籍不明。日本の大企業が軍需産業を支援したらどうなっちゃうんだろう。政府だけでもかなりのお金を持ってるのに。国籍不明。お隣のドラゴンは恥をかくことになるだろうな。言っとくぞ。日本だけは敵に回すな。国籍不明。もし日本にちょっかいを出してあの人たちを本気にさせたら、割とマジで巨大ロボ部隊を創設しそう。アメリカ、日本には独自に作ってもらおうよ。もう一度日本が世界の空を制する光景が見られる。フィリピン、日本と敵対している国を安らかに眠りたまえ。タイ、日本は F-35 以外に別のステルス機を製造する予定があるんだ。 X にあるいはシンシンという名前が付けられてる。カナダ、最高。もし日本があの将軍を追い出してくれれば、世界中の人間が枕を高くして眠れるようになる。国籍不明。アメリカにとって日本は信用できる同盟国ってことだよな。もし日本のことを信用できないのなら、自国の最新かつ一番高価な兵器を作らせたりはしない。アメリカ、 F-35 生で見ると超かっこいいしでかいよ。アメリカ、日本ならかなり優れた戦闘機を作るに決まってる。少なくとも自動車に関しては世界最高なんだから。国籍不明。今の日本に F-35 のエンジンを作れる技術があるとは思わなかった。これは驚異的な偉業だよ。 Go Japan。 フィリピン、とりあえず日本人が作るなら品質は間違いないだろう。イギリス、日本はかなり先進的な技術を持つ国だ。そんな国が今は防衛力を高めようとしてる。北朝鮮や中国というアメリカ最大の敵と対峙しようという今、日本の存在は本当にありがたい。アメリカ、 F-35 はステルス性能の高い戦闘機です。ステルス戦闘機とは敵のレーダーに探知されがたい戦闘機のこと。敵のレーダー電波を都合の良い方向に反射するために特殊な形状をしています。機体の円の角度を統一し、表面の凹凸をできるだけなくし、さらに電波吸収塗装を施します。当然 F-35 は最新鋭機種なため高価で、さらに最初の契約分の価格は予定の99億円から102億円に上昇しています。さらにその後に導入が続く機体の価格も高騰する可能性もあります。悪いニュースばかりではなく、一部分の国内生産及び全部分の最終組み立てが米国から許可されるなど、導入・生産の面では破格の好条件を得ています。いずれにしてもそれらの費用は我々の税金から拠出されるわけで、しっかりと見守っていかなければなりません。